イミグレっていう番組がありまして、はい、うん、そこに出演して人生が変わりました。2016年。あれ2016年。16年ですよ、はい、あれでみんながミヤゾンっていうことを知っていただいて、はい、それから自宅に来ていただきまして一緒に足立区を回ったりしました。2017年、はい、ママとね、ママとうちのお母ちゃんとやらせていただきました、はい、スターウォーズのキャラクターですよね、あのジャバザット焼肉食べましたよね、はい、未だに近所の子からジャバって呼ばれてるんですよ確定しちゃったんだそうなんでございます。